春の再来は、フランスの画家ウィリアム・アドルフ・ブグローが1886年に制作した絵画である。油彩。現代のレプランタンは、春の胃。ブグローの最も有名な絵画の一つであり、現在は、アメリカ合衆国、ネブラスカ州オマハのジョスリン美術館に所蔵されている。ブグローが描いたのは、春の食いとしての妊婦である。花の咲く緑に包まれた妊婦は、 コントラポストのポーズで立っている。まどろみながら草むらに横たわっていたプットウたちは彼女が姿を現したことで次々と目を覚まし勝利の栄冠として彼女を祝福するかのように取り巻きながら飛翔している。ニ婦フはプットウたちに驚いて両腕で胸を覆っているがその表情は高骨としている。ブグローはラファエロサンツ用の ガラテアの勝利を参照した日の打ちどころのない技術とリアリズムによって人付像時期のように理想化している。また飛翔する三人の仏ッたちの解剖学的描写は熟達した技量を見せており、様々なポーズを取りながらも本質的に同じ図を示している。本作品を描き上げたブグロウはその出来栄えを自画自賛して、この絵は本当にワクワクしました。 若い女性の態度と表現は、まさにこの通りであると私は思いますと述べたが、1886年に最初に展示された時、一部の批評家は画家を、死と感情のない学問的形式主義であると非難した。春の再来は、ネブラスカ州オマハと深く結びついた絵画である。 同志の美術コレクターであり芸術振興の熱心な推進者であったジョージ・ワシントン・ディ・ニンジャーが1890年に絵画作品の展示会を開いた時、ブグローの春の再来は同展示会の目玉として1万8千ドルの価格で販売された。ところがその年の12月、キャリー・ジャドソン・ウォービントンという若者がラフ画に憤き通りを覚え、女性の美徳を守るために絵画に向かって、 椅子を投げつけた。宗教的感情に突き動かされた。彼は世界をこの絵画のように腐敗することから守るために一人の男の命を犠牲にすることは価値があると信じていた。この時の若者の行動によって春の再来は傷を負い、修復のためパリのブグロウのもとに返還された。後年、リネンジャーはロンドンで春の再来を1万ドルで購入し、 自身のコレクションに加えた。リニンジャーのコレクションは1907年の彼の死去から20年後の1927年の未亡人の死後に競売にかけられ、そのうちのいくつかはオマハの外に去ったが、多くは地元のコレクターが購入した。春の再来は北アイルランド出身の画家、ジョン・ローリー・ウォレスの助言で、チャールズ・ W ・マーティンが購入した。彼はウォレスの助けを借りて、 他にも、ジャン・レオン・ジェロームの、ムゼジンとパシャの悲しみ、ロシアの画家、コンスタンチン・マコフスキーの、猫とロシアの美女を購入した。彼のコレクションの多くは、老いの一人フランシス・ティ・ビーン・マーティンが所有した。1954年から1979年まで、ジョスリン美術館の理事を務めたフランシスは、叔父のコレクションを愛し、生前から多くの作品を寄贈しており、春の再来も、 また彼によって1951年にジョスリン美術館に寄贈された。以来、絵画はジョスリン美術館に所蔵されているが、19世紀の事件からほぼ1世紀後の1976年1月に絵画は再び傷を負った。精神病の病歴のある男が、ブロンズ像を手に取って絵画に投げつけ、像は保護ガラスを破って、キャンバスに穴を開けたが、 絵画の最も重要な部分は、負傷を免れた。1993年、春の再来は1870年代のアメリカ合衆国の上流階級を描いた映画、エイジ・オブ・イノセンス、汚れなきジョージの防法とハウスの社交シーンに登場した。ただし、絵画が完成したのは映画で描かれた時代よりも後であるので、年代的に正確ではない。ジョスリン美術館には、 春の再来以外にも、ブグロウの作品が所蔵されている。ありがとうございます。